はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイラインビルド編、ライブ配信始めていこうと思います。ツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please。YouTube の、YouTube でアーカイブアップロード予定です。2日後、27日、21時を予定してます。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive upload my YouTube channel 2 days after premiere liveMy YouTube channel, channel subscribe do and good button, please. そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX my アカウント、please follow and リポスト and good button, please.ではやっていきましょう。はい、あ、騒音がうるさいって言ってますね。厳しいな。今の需要を見ると、そうか、じゃあ、あ、間違えた。あれ？でもさ、これって商用区域の方がいいかもね。ちょっと気になったのが、ウィーク説だっけ？違う。プロジェクトみたいな感じか、モニュメントだっけ？核融合軌道エレベーター、核融合が医療センターは圧迫庁舎を建設しろ。ハドロンエデンプロジェクトは工場の大聖堂を建設せよ。どれだっけ、なんで教育になってんだと思ったら、墓地を7つ回らないすると、セントラル駅が立つ。フューチャープラザが立つんだ、こちらは。何建ててる？墓地を3つ満杯にするとこの死者の広場が、あ、墓地か、これは墓地なんですね。核融合発電所を作るためには墓地を3つ満杯しないといけない。墓地か、
あとザマスモールっていうのを作れるんだな。1回 4% にしたら。何これ、ゲーム会社が作る、もうすぐゲーム会社が作れんのか。うん、裁判所、コート、空港は大型モール。空港作った方がいいよな、いずれは。アンロックされる大学はな、つうと大きな図書館を作れる。ペラハウスは起動エレベーターがいる。圧迫調査は起動、これ難しいよな。失業率 50% ってありえねえよな。圧迫が専門ですね、なんだ。サービス御社、うん、なんか美里さんかな。エデンプロジェクトを作るためにいる。エキスポセンターもあります。高規則タワー、医療センターまず作りたいですからね。機能エレベーターそんなにいらん。スタジアム、機能エレベーターの条件。あ、これなんだ、近代美術館か。摩天楼、うん、これ発射場ですけど、そんなに儲からないこと分かっちゃったからな、前の地図で。フェリーの格納庫も作れるんだ。だから作るのが間違ってるな。まあ、あのゴミ場があるんだけど、ゴミじゃないんだよな。ゴミじゃなくて墓地を作らないといけなかったんだ。もう搬出します。勘違いしてた。で、その代わり墓地を3つ作る必要があるみたいな。墓地は汚染するとこだからな。結構墓地でかい。まず1個はここにつくとか。あ、占領されている。ん、占領、あ、墓地1個目はここ。工業地帯がほんと死んでるからな。ここだけど、ここはダメだな。あとこっち側か。死にまくりだからな、この辺は。傾斜が急すぎんだよな、やはり思った通り。これだと外に出ちゃうんだよな。一旦ここに立てて、運んでもらおう。
正直工場がほぼ死にたいっていうのはなんでなんだ。労働者が不足してるからか。ってことはどんどん住宅やあれを建てていかないとダメなんだろうな。でもここら辺の敷地って工業予定地で作ったはつもりなんだよな、この辺の区画は。なんで商業と住宅を作って作らないとダメなんだけど、まずはちょっと商業を作ってみるか。こんな感じだよな。住宅地をどこへ作るかだよな。ここら辺工業地帯だろ。で、多分こういう風に作るから。住宅そんな作れないんだよな。この住宅地だけどな。強い先が住宅かな。公害問題もあるからな。ちょっとこれは違うな。これはここは、あ、これはこっちはこうだ。で、この辺はこうこうですね。あ、水が、そうだ、水を作らないとダメだ。
まあ、収録域はいらなくなったな。商業地域だろう。ここ迷うよな。まあでもしかここ。まあしばらくはここ置いとこう。本体ならここ工業地帯作るはずだったんだが、あーでもここ工業地帯商業予定地で作るんだけど、こっちは工業予定地じゃないかもしれない。これはここだな。ただまだここ道作れないからな。人口が足りない言われてるし、まあしばらくはこれ苦労しそうだな。このどこまでこの工業地帯をにするかが問題だろうな。
と集計だっけ、こうかな。なるべく直角に交差したいからな。どうなってんだこれ。まあしばらくはこれ置いとこう。労働者不足がまだ解消されてないな。あ、でもまだあの作れ言われてますね。じゃあ作りますか。まあしばらく待った方がいいかもしれないね。工場が全然、工場の需要が全然上がらないんだよな。ここ住宅とか作ってんのに。あ、そうだ、学校がないんだここ。これはあかん。小学校がないな。まずいな。中学校を隣に建てて、あ、なんか
やばいやばい、移動移動、あ、間違えた、いや、移動移動、あれ、なんかこのぐらいに移動、もう一回作り直し、ここはそうじゃなくて今月の商業区域にしよう。なんか無秩序に惹かれるのはあんまり良くないな。商業地域が必要になった。公園作っとこうか。多分公園しょぼいと思うんで、今までの。なんだ、小さい遊び場か。で、公園を上にも作らないとな。ここだと都市を境界外になってしまう。ダメなんだ、ここ敷けないんだ。地下鉄の入り口はここにあるんだ。本来なら商業区域の
あれ用として作った駅なんだが、みんな歩いて行ってますね。バスってどうなんだ。今これバス路線だな。バス路線全然ないんだな。バス路線ここ敷けば全然チャンスあんじゃないかな。この辺からどういうルートだっけ。結構一周が長いんだよな。なんか達成したみたい。これでどうだ、新バス路線はの色はまあこれ微妙に黄色にしとこう。黄色でバスどうしよう。バスそんなに大きなバスでなくてもいいよな。なんかスラントノーズのバス作っとけば面白そう。これで多少工場へのあの工場に来る客が増えねえかな。地下鉄も2駅2駅だったっけ ?3 駅。3駅か。接続するルートになってるし、結構なんかぐるぐる遠回りで回ってるんだけど、特にこの辺だよな。この辺のバス路線はこっちとこっちに路線通して、しかもここも通して、かつ
作ってるからな、文句ねえだろうと言いたいんだけどな、ダメなんかな。結構だからいろいろ通してはいると思うんだけど、まあ実際バス停に、工業地帯のバス停には人がすごい待ってるしな、来ると思うんだけどな。バス来たらちょっと 車窓を移しましょう。今のとこ工業地域の需要は増えずに、商業地域の需要のみ増えてる感じだよな。ちょ、昼間だけにしとこう。まだかな。バス来ないですね。バス走ってない。地下鉄があって、その地下鉄からバスが伸びてんだけど、伸びてると思うんだけどな。ここら辺に接続しようかなと思うんです。さっきの地下鉄はこのここら辺の、まだバス来ない。なんで路線、バス路線来ないんだ。あ、バス路線いた、あった。黄色のバスが、黄色と黒は勇気の印。これだって黄色系統。ちょっとこれで。見てみますか。ちょっと一旦ストップ。工業地帯を行く。でも工業地帯はまともにまだ整備されてないけど、人はいるんだよな。ここは地下鉄の駅と接続してます。新しいバスです。スラント状の傾斜してるバスですね。昔こういうバスっていうのは乗車効率が悪いんで、あんまり使われませんが、昔初代リエッセじゃなくって、日野のリエッセじゃな、日野なんだけど、リエッセじゃなくて、ちっちゃいなんか可愛いあれの、可愛いマスクのバスあるじゃないですか。リエッセじゃなくて、フィガロでもなくて、
初代がすごいスラントノーズだったんですよ。でもスラントノーズがはやっぱり効率が悪いと、格好もそんなに良くないってことで、2代目は結構切り妻に近いようなおとなしい格好になったわけですが、あとですね、イスズの先々代のバスか、キュービックっていうタイプのバスですね。基本的にはもうあの角型なんですが、正面はすごい傾斜、多少の傾斜があったんですよね。特に前面のガラスが傾斜していて、デザイン的にも秀逸だったですね、あのイスズのキュービックは。今のバスも悪くないんですけどね、エルガっていうバスになってますけど、悪くはないんだけど、キュービックがインパクト強かったからな。キュービックとやっぱり三菱のエアロバス、初代のエアロバスっていう1982年ですね、角型なんだけどちょっと角が取れてる感じで、ヘッドランプもなんか斬新っていうバスがあの40年前に出て、なんか比較的長期間今も色褪せしてないようなバスが高速バス用として出てきたんだけど、そういう感じを思い出しますね。さあ、比較的坂の多い場所となります。すごいな、需要はあるんですよね。需要はあるんだけどな、どこに向かってんだ。これ工場の人不足も解消できないのかな。あの前回10万人人口行ったんですが、なんか勝手に放置してるうちに10万人また切っちゃいましたね。多分これって世代の入れ替えの時に一時的にたくさん生まれた世代が亡くなったことで減ったんだと思うんで、また増えるとは思うんですけどね。あと資金とかも多少あんまり増えてないですね。この辺も人口を増やせば税金増えてくると思うんですが、すごい坂だな。それにしてもなんか強引に作っちゃいましたね。長崎とか香港とか、さあここら辺は結構高い設備が立ち始めてます。まあ降りてはいるような、乗り降りしてはいる。この先は住宅街です。住宅街はまだまだ作る予定ですが、住宅地か工業に
歩いて行く人もいれば、バスとか地下鉄からバスに乗り換えて向かう人もいると思うんですけどね、こんな何もないとこにもすごい積み残しのある、積み残しするぐらいの客がいるわけですよ。でも工場はまだまだ廃墟なんですよね。なんで工場来ないんだ、材料が輸入されてこないからかな。人はいるんですけどね、でもあ、いや労働者不足か。あ、雷ですね。片側2車線、センターラインのある片側2車線道路を行ってます。これはオリエンタルストリートっていう道みたいですね。悪くないんですよね、悪くないんだけどな。公園も用意してるし、なのにまだ労働者不足があるっていう風に突っ込まれちゃって、いやこんだけ人いるんですよ、なんで労働者不足とか言われるんだろうな、言われて廃墟が残るんだろう。早く、あでも立ち始めてはいますよ、ゆっくりながら。まあ焦る必要はないかもね、そういう意味では。とりあえず、バスは見ましたんで、ちょっと他の地域を見てみるか。工業地域は今どうなってる？相変わらず廃墟があって、人が足りないって言ってますね。いや人足りないことないだろう。みんな労働者不足って言ってますよね。いや労働者不足じゃないと思うんだけどな。しゃあないですね。まあ立ててやりますか。ここダメだ。全然工業需要がないんですよね。なんでだろう。レストランか、放棄され始めてるしね。全部買えショップ、もう命令口調ですね。
ね、公園か。公園をここら辺に建てないとダメだな。これなんだ。これドッグパーク。ある公園も結構需要がね。入らないんですよね。入ってくれたらいいのにな。じゃあやっぱり小さい遊び場しかないわけですよね。でまだ比較的需要は大きいんで、さあバスがやってまいりました。いや乗ると思うんだけどな。なんかあんまり乗ってなくないっていうか積み残しが多いのかも。あとやっぱり結構道路を人歩いてくれてるとは思うんですけどね。住宅需要がまだまだあるからな。結構びっくりですが、旺盛な住宅需要。じゃあちょっと移動しよう。ここはどうだろう。面白そうだけどな。ちょっと水が足りない？いや、水が足りないっていうか、もしかしたら水道管が敷かれてない。水は足りるんだよな、やっぱり。電気も全然大丈夫。ゴミもまあ大丈夫だろう。処分場の使用率も少しずつ減り始めてます。墓地使用率はなかなかすぐには上がらないですよね。
そりゃそうで。さあ、これが墓地です。確かに収容はしてるけど、その収容がなかなか墓地に来るとは言えないですからね。これ収容されたら墓でも立つんかな。こう立ってるのが墓ってことでいいのかな。警察が来ました。でも来ただけです。パトロールかな。警察の車来たら、なんか犯罪者が、そうだったか。あ、今来ましたね、霊柩車が。これなんだろう、これ工業地帯か。ダメですね。まあ、なんかもう結構目障りなんで消しとこう。とか一気に消そう。連続で消せる、あの連続で廃墟になってるとこは連続で消した方がいいかもね。木が枯れてます。これが公害パワーです。えぐいな。さあ、一方、一応そういう廃墟が多くても、車上がってますよ。ちょっとそこで石油トレーダーヘッドを追ってみましょう。どこに向かってんだ。高速道路を通って、この渋滞はやっぱり気になりますよね。反対岸を行ってますね。トンネルを通って出ていきます。で、どっち行くんでしょうね、左右の。これは普通に左ですね。どこ向かっていくんだ。左車線でもそのまま上がっていきます。ここで一番左車線行ったってことは、ここで出そうですね。出口です。まあ、渋滞しない限りはここは一車線でもいいからな。ここに行きますね。でもなんか不便だな、鉄道他にもあるのにな。
お、勝ちましたね、チーム。サッカーのチームは。降りるんだろうな。一箇所だけじゃなくて、いろんなとこを回って石油を供給してるんですね、このタンクローリーは。さあ、ミホ騒動に入ります。これアメリカでやってることで、道路管理費用を減らすために、需要が少ないところは道路の舗装を剥がしてミホ騒にすることをやってるみたいですね。アメリカは日本以上に格差がひどいみたいで、やっぱりランプの上、ランプウェイの長さ短いな。だから出口のとこで高速道路の本線にもはみ出して渋滞しちゃうよな。さあ、ここへ出ていきます。おそらくまた貨物駅に行くんでしょうね。でさっきと同じくもう貨物駅に入ってタンクローリーをどんどん出ていきますね。こっからの需要はすごい旺盛だよな。実際どんどんコンテナとかタンクローリー、タンク車は来てますからね。下ろしていきます。でこれってさっきのタンクローリーって復活しないのか。うん、じゃあ終わりだな。人手不足っていうのが、人手不足ばっかりだよな。すぐ立ってもすぐ撤去されちゃいますからね。この状況ですからね。あれ、バス路線ってどうなってんっけ。一応この緑の青い路線が走ってはいるんですけど、この青い路線もちろん住宅地も通ってるのにね。てくれない感じですね。
住宅はあるのにな。警察出るか。警察本部。普通にこれは、うん、普通にやりましょう。基本的に大通り沿いにはこの高密度は立てないつもりです。こんな感じでいきましょう。そう、お店が全然需要がないんだよな。放棄されてばっかりだから、需要はあるのに放棄されてんだよな。この需要はどこから来る需要なんだろう。これって商業地か。商業地そんなにあれしないんですよね。地下先は住宅地でもいいのかな。こっちが住宅地でもいいかもね。あとここですよね。ここ貨物駅設けていいんじゃないの。普通に道路脇形成しないといけないんだろうな。そうなんだろうな。あ、そうそうそう。そうなんだよな。だから高さを。これでどうでしょう。あ、ちゃんと平らになった。フラットですね。まあ、こんな感じかな。ここで曲がるようになってます。で、当然のごとく、いや、こっから先はもうこれでいいんじゃないかな。
それでどうなる？ただし、普通だな。で、これが行ける。これはダメなんで、これかまっすぐか。場合、貨物駅は駅ってどういう構造になってたっけ？
道路脇に建設してください。こういうことか。つまり作り方をしてるんだけど、先に貨物駅作って、そこから線路を敷いた方がいいいうことか。こういうことですね。で、あ、水と電気を供給しないといけない。まず水です。で、このまま行くと電力がないんで。何がいいんだろう。これなんだっけ。これ学校？警察署か。なんか建ててやる。消防署でも建ててやりましょうか。病院はダメだな。消防署じゃないとダメ。これ消防署だよな。消防署が立ちました。ここもな、でももうちょっと標高を下げてやりたい。ここもそう、標高下げてやらないとダメですね。だいぶ標高マシにはなってるんだけど、土砂の残量が足りない。土砂っぽい。感じかな。これで道作るとどうなる？あ、でもだいぶ勾配もちょっとなんかジグザグしてるけど、勾配はマシになりますね。で、住宅地作ってやりましょう。で、
違う。公園がどっかいなかった。公園ってどっかいなかったよな。だから公園作ってやらないとね。木のある公園ってなんだ。作ってやりましょう。それはでも学校の需要を考えたら全然足りるはするんですよね。まあここに大学建ててやるといいのかな。まだだな、まだ足りない。だからした方がいい。高齢者福祉じゃない、小児医療センターを建ててあげましょう。こっちかな？なくなっちゃうんだよな。だからここか。これでつながって多分列車がやってくるはずです。これでどういう流動になるかですね。あ、もう来てますね、列車が。で、一応地帯ってどっかにあったっけ。
この地区が工業地帯か。ここら辺あの作ったり潰したりできれば、あ、ここら辺が駅になるかもしれないですね。なるべくならあのインターに近いとこがいいんで、この辺にあの後に駅作ってやってもいいかもしれません。でもまだまだここは来ないですよね。お前を消す方法ということで、まだまだですね。こっち側行かないんだろう。みんな右側行っちゃうよな。あとここの一通を三車線にしてあげましょうか。ここだけやったらこうなるんだ。まあ4車線でも結局ここ入るときは合流しちゃうんで意味はないよな。まっすぐ行ってくれますね。まあでも大体まっすぐ行きますね。右は行かないな。
で、そしてここは仮に真っすぐ行ってくれるのは嬉しいですね。からかな。いや、高速に入っちゃんと入ってくるようになってますね。仕方ないのかな。
いいですね。こんな感じで。あと水は足りるかな。違えた。
さてと、これですね。いや、ちょっと待ってよ。逆にこのくらいに上げて、上げればいいじゃん。これで上に渡れるのかな。平らにしましょう。いわばトンネルを作るわけですね、ここは。
校、整地代でお金がかかってしまった。とんでもないよね、整地代は。ん？なんだろうこれ。あ、でもまだ工業団地を作れるほどのあれはないんだよな。何？石油？なんで？まあ、あったら嬉しいけど一旦撤去しましょう。これで貨物駅が作られた。ちなみに港って作れないの？もう一つ。トレールか。これはロープウェイ。コースコーか。
ここがまっすぐ来てるから、これ直接アクセスにすればいいと思う。なってんのか。そこをそう考えると、これでどうだ？当然のごとく電力が足りないんだよな、知ってる通り。からこうするのはまあ当然のこと、当然のことだけど、こっからは当然で、これがもう問題で、で、これは
で、まあ、当然のごとく水を電力をどうするかだな。まあ、当面はここら辺は風力発電所がすごいいいんで、これでどうだろう。動き出したが消えた。これに頼ろうしばらくは。こうなるとどうなる？なんかちょっと迷ってますね。いつ船が来るかですね。これ貨物港だよ。貨物港でいいんだよな。でも高速道路もこっち来ましたよ。あーたに。さあ、鉄道がどんどんやってきますね。トラックどこに向かってんだろう。でも工業需要はまだありません。感じですね。ここが住宅予定地になってますね。住宅建ててあげてもいいかもしれないですね。ここら辺どうなんだろう。
来ましたね、貨物港に。でもまだまだこっちの需要は少ない。もうすぐ9時か。貨物港と貨物駅の接続ってまだやってないんですよね。例えばここでこうやってこうすると、このトラックが運ぶ分を駅やってくれて負荷が減ってるんじゃないかとは思ったりするんですけど、今はまだそうはなってないですよね。渋滞は減ってスムーズには通過して高速も使えるようになってはくれてるんですけどね。こんな感じかな。これをこうかな。いや、逆かもしれんな、これ。こうですね。
さてと、これは住宅エリアか。足りない部分をこう、ね、空いてる部分っていうのはどうしてもあるんで、バスケがしたいですということでさせてやろうじゃないの。回転できないの？あ、できた。小学校でもね、定員はオーバーしてるんだよな。あとサウナか。これサウナだよな。サウナじゃない、サウナな。サウナ詰め込みました。商業地の中にサウナ入れましたね。これがどう影響するか。本当は住宅地を中に入れた方がいい。また10万人超えましたが、
収賄からず旺盛ですね。ストリートなの？工業予定地行ってますが、全然工業地が立たんもんな。先に住宅予定地立てときましょうか。いや直角に直角にくっつきたいんだが、こんな感じで、でそうだな、高さなんですよね。でもまあここは高さそんなに気にしなくていいから、あとはここですね、こうなってます。ここ結構トンネルがあるんで、土砂が足りないんですよね。なんで土砂をもらう。
このぐらいまでは平らにしといた方がいいかな。内側は感じかな。で、ちょっと一度やめた木の、道を復活させよう。このぐらい。
で、あと水を設置ですね。で、当然出口はやっぱりね、診療所をちょっとやっぱり入り口は1個入れてあげないといけないけど、診療所入れるためにはそう電力が足りないからな。第1弾
さあ、高台に住宅用予定地が作られました。知ってる、2箇所からなんか上がってくる感じですよね。
こんな感じですね。少しお待ちくださいと言ってももうすぐ終わりですが、はい、お待たせいたしました。ではお、なんかまたモチベアップしたようなあれですね。あ、とりあえずここはこう置いとこう。公園は、公園はちっちゃい公園は、なんだこれ、道路がせあ、ダメな、やっぱりダメなのか、道路が接続されていませんって出るんだ。じゃあまあこうですよね。住宅地はこれ以上作れないってなってますね。商業地を作るか。
当然こうなりますが、奥しか接続してくれないよな。なんだ、何かがある。あ、まあバグ、表示バグかな、これは。うん、使用はそんなにないよな、まだ。貨物港からの。インターの近くだから、なるべくここは工業地帯を作りたいよな。下からやっぱりなんか団地みんなそうですけど、下からなんか分譲してる感じはありますよね。感じかな。あ、電池が、電気が足りない言われてる。電気代をの予算を 2% ぐらい増やしてやるか。あ、もう使用中の比率が減った。フェリー来ないですね。なんで来ないんだろう。高すぎるからかな。まあ、ここはすごい人気ありますね。鉄道は。高速つなげ、そうそう高速つなげてもいいかもしれない。じゃあ工業エリアをつなげたいって言ってますからね。
らいまでかな。公園なかったような、そういえば入り口にちっちゃい公園でも建ててやらないとな。いいですね。お、こっからも車がどんどん上がってきます。3箇所から車が上がれるようになってますが、
なんだろう。まあ、サウナですよね、やっぱり。船来ないな。なんか高さの制限があるのかな。入れないとか、水深が深くないと。渋滞も緩和、分散して緩和してきたのかな。だといいんですけどね。なんとも言えない。鉄道駅は相変わらず需要が旺盛。鉄道貨物駅はということで、こんな感じでとりあえず今回ここまでとしたいと思います。この後引き続き時間を置いて BGV に移りたいと思いますので、そちらもご覧いただければと思います。よろしければ YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いします。YouTube にアーカイブ2日後、27日21時号にアップロード予定です。見てください。 YouTube、 My YouTube チャンネル、This Live アーカイブアップロード2 days after。 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitch のアカウントフォローもぜひお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロープリーズ。 TwitterX アカウントもぜひアカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、シティーズスカイラインライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。